ああ、私俺初めてお前の顔見てホッとしてるよ。なんでだよ。お別れだ。え、いや本当にそれ本当なの？別れた。台本でしょ。マジで。え、マジで別れた。別れた。だって一緒に住んでたよね。うん、振られたの。いや、だからだ。いや、何カッコつけてんの。いや、違う、だからもういろいろ、違う、カッコいい言い方してた今。うん、カッコいい言い方すると、あ、何、結果どうなったの。結果、うん、振ったんだけど、うん、カッコいい言い方すると、うん、まあ、振られた方が楽じゃん。ダサダサ。ちなみに、うん、その言い方、うん、俺もしたことある。ダサ。いや、でもこれマジなの、うん、マジなの。真実、真実、うん、えぇ、ー、もうやったわ、マジで。俺も昨日なんかヤスシといるときに、うん、ヤスシとポンスケと一緒にいるときに、うん、え、君もやたら閲覧重くないってなって、うん、それで、え、なにこれどうしたのってコメ欄見て、うん、これ別れたっぽくないってなって、うん、ヤスシ頭抱えてたよ。気まずいとか言ってうわー気まずいどうしようとか言ってめちゃめちゃ言ってたよ、うん、いや、ヤスシはマジ関係ないから。まあなんか俺が知ってる限り話すと、あれでしょ、なんか価値観のズレみたいな感じで。そう、価値観のズレ。これ今日、うん、前に電話して出なかったから、うん、小杖ちゃん出るんじゃねっつって電話したら、向こうも放送中でちょっと話したんだよ。うん、うん、聞いた聞いた。そう、なんつってた。え、価値観のズレっつってた。ああ、うん、え、理由何。いや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 、君坊は話してるみたいな感じ言ってたんだよね。俺は若干話してる。そう、軽く話してるみたいな。だけどそれが全部じゃないから、言えないことあるじゃん。言えないことあるんだもん。だからなんかコメントでナーボーに相談しろよみたいな、うん、ナーボーには全部話せよとか言って言われてて、うん、いやいやナーボーに話すは全部筒抜けだ。俺に話すって放送で言うのとイコールで結ばれるから。同じだからね。これ絶対言うなよ。全部言うし。いや、ナーボの考察どんな感じだったの？俺、うん、俺一番最初に言ったのが、まあ、小杖ちゃんモグゴリの池袋でバイトするみたいなくだりあったじゃん、うんうんうん、そうで、そのタイミングと別れるタイミングがどうしてもなんかタイミング良すぎるじゃん、うん、そうだから小杖ちゃんに稼がせるために、うん、君坊が別れたっていうくだり作ったんじゃないかなみたいな。あー、そう、金のためにね。そうじゃないとなんかね、どっちかが出ていくみたいな流れがないじゃん、うんうん、え、この後も別れたけども一緒に同棲して住むみたいな、向こうが引っ越し先、小杖ちゃんが引っ越し先を見つけるまで、うんうん、一緒に住むみたいな、うん、同じベッドに寝るんでしょ。意味わかんないじゃん。いやそれはマジで一般論的には意味わかんないわ、うん、だけどしょうがないじゃん、うん、すぐじゃあ明日行けって無理だから、うん、それまでは一緒に、しかも今月25日はあいつ大阪潜りなの、うん、いやだって言うてさ、別れたって言うんだったら小杖ちゃんだって実家あるわけでしょ、うん、そう、お前だって実家帰ろうと思えば帰れるじゃん。まあね、うん、なのに一緒に住んでるっていうのが俺は違和感を感じるんだよ。まあまあ、ただ、でもそこが問題でさ、うん、お互いさ、好き同士なのまだ。ああ、な、ほら、もう結論出たよ。これ、もう復元するから。違う違う。お互い好き同士で、うん、まあなんか、あれでしょ？なんか価値観のズレとか、まあそういうもの。だけども、お互い好きっていう気持ちで向き合っていて、うん、ね、同じベッド、同じ空間で寝たら、それはより戻すぞ。おい、お前ら大丈夫だぞ。こいつらのこと真面目に心配すんな。絶対ないから。いや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 、うん、マジで今回は何ガチ。いや、お前の今回はガチ、何度も聞いた。マジで今回ガチなのよ。ガチなの。ガチなのよ。本当なの。別れちゃったのよ、うん、別れたの。別れたの仕方ないよ。前日までヤスシと二人でコラボして、そう、うん、オリエネタです。まあいろいろね、憶測飛び交ってるけどさ、うん、別れたの。マジで。でも大阪モゴリは一緒に行くよ、車でね。いやだから意味が分かんないのよ。いやそれは前から決まってたから。いや決まってたのは分かるんだけども、うん、車で一緒に行くっていうのが、そうだからもう、だから前もって24日の金曜日の夜中に出発して、うん、朝方着いて2人で、串カツとかたこ焼き食べて大阪モゴリ挑む、うん、それはいやいやもう完全に決まってたのよ。いやいや決まってたんだけどもね、実際こなさないといけないのは、うん、モグゴリの出勤じゃん、うん、2人で出勤するっていうの決まってたから。いやそこだけはこなさないといけないけど、じゃあ小杖だけ、小杖ピンゲスト。あ、ピンゲストなのに、うん、じゃあお前行かなくてもいいじゃん。違う違う違う
違う違う、あ、そうなのね、うん、2人でセットでとかじゃなくて、小杖ピンゲストで決まってて、うん、そこに俺も一緒に行くから、ちょっと待って待って、別れたじゃん、うん、彼氏だから一緒に行く、分かるよ、うん、でも彼氏じゃないじゃん、まあもう元彼だね、うん、元彼一緒に行く必要ないじゃん、いやそうなんだけど、うん、でも前もって俺が行くのは決まってたわけだから、うん、いや決まってたけども、うん、困んないじゃんそれは、いや困る、誰が、こっち側のリスナーいるじゃん、あだから大阪ね行って、これぐらいね、これぐらいリスナーいるもんね、いるじゃん、うん、これがいるじゃん、うん、そいつらのために行くの、小銭のためじゃないだから別に、じゃあ分かった、うん、それは100歩譲ってモグゴリは大丈夫じゃん、モグゴリは行くじゃん、うん、そうゲストはちゃんと仕事だしやんないといけないみたいなところでしょ、でもその前の、うん、なんかたこ焼き食ってみたいなのは必要なの、必要、なんで、あのだからそれはもう決まってたから、いやいやいや誰も困んないじゃんそこ、違う違う、だからそれはもう決まってたことをやんなきゃいけないんだって約束じゃんそれって、うん、それぞれで行って木彫りのゲストだけやればいいんじゃない、いやいやいや、そんな悲しい、うん、決まってたから、いやわかんねえ、あでも一つ、うん、俺コメント欄で匿名のコメントだから、うん、本当かどうかわかんないけど、うん、小杖ちゃんが、うん、もうときめきを感じなくなったみたいな、あそれガチ、俺が言ってる、えガチ、ああじゃあ本当なんだ、うんうん、そうあいつときめきを俺に感じなくなったんだ、うん、まあだから長年一緒にいて好きっていう気持ちっていうかドキドキするみたいなのがなくなった、あそう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 みたいな感じでしょ、そうそうそう、当たり前じゃないそんなの、えでしょ、え当たり前だと思うけど、うん、でしょ、うん、そんなのもうずーっと男とっかいひっかいしないと生きていけないぞ、そうあそれまマジで言ったそれ、えだよね、言った、それを言うんだったら、言ったよ、うん、逆になんで最初ときめいたんだって話だよな、お前らからしたら、じゃ逆になんで初見でときめいたんだよこいつ、お前普通に俺超俺男前だからバルフする時もこんなやってこうやってバッだぜマジでドアも開けるしもちろんね、あの会計もトイレ、小杖ちゃんがトイレ行ったら済ますし、おそういう立ち回りしたん最初は、うんうん、だけどやっぱ長年付き合っていくとそれなくなるじゃんあ、そういうところね、気づいたらなんか割り勘になってったりとかさ、うわするわけじゃん、なるほどね、まあ、そこだけじゃないと思うけどね、いやだからそこは表面上でまあそことあとなんかあるんじゃない、だからまあセックスがなくなったとかね、あーなくなったの、うん、いやそれも減るよね同棲してたら、減るよマジで、減るよ同棲してたら減るでしょ、いねえよマジで、うんねえ減るよね、いやでもこっち側の話だと完全に小杖ちゃんが、うん、あの恋愛のレベルが低いみたいな感じになっちゃうよね。この話全部 100% 信じたら、ね。いや、恋愛初めてですかみたいな感じになっちゃうよね。うん。本当にそれだけなの、いや、だから、決定的なのはあるよ。けど、それはこう言えない。言えないの、そう、言えないです。絶対浮気でしょ、いやいやいや。あ、お前、俺、指さしてるでしょ。俺が浮気すると思う、マジで。いやいやいや、マジで取ってもいいくらい。違う違う。あのね、なかなか出ないんだけど、100% っていう、アンケート出せる気がするもん。いやいや。いや、まだ分かるでしょ。俺、マジ浮気しないとき、俺、一途のとき、マジ一途じゃん。今回、それだったんですよ。そうなの、そう。うん。まあ、友人だし、信じとこっか。分かるでしょ、うん、だから、俺、浮気してない、マジでしてない。君吉に浮気できると思う。あ、こいつね、できるんですよ。できないっすよ、マジで。こいつ、あの、女に関しては、結構マルチタスクだと思う。いやいや、そんなことないよ。超ネタだよ。うん。いや、ネタとかじゃなくて、本当になんかマルチタスクで、俺なんか、一人の女しかできないんだよ。そう。だから、彼女いて、ワンナイトぐらいだったらできるかもしれない。うん、っていうわけだったらできるかもしれないけど、二人彼女作って、そのまま継続するみたいな、俺できないのね。うん、こいつ、マジで4人ぐらいできるタイプ。いやー、マジお前、それやばいや。できるよ。できるでしょ？できるじゃん。ごめんけど、確かにできる。うん。できるけど、してないの、今回は。してないの？してないの。できはするけど、今回はしてなくて、マジ一途でガチだったから。いや、ほんとにだって、あ、俺こいつと多分一緒になと思ったの。あ、そうなの？そんぐらい思ってたの。でも、なんか、ヤスシが来たタイミングとかも、あ、他にもいい男っていくらでもいるんだ、みたいな感じになったとかじゃない？いや、だから難しいけど、その辺がね。どういう気持ち？この話、あんじゃん、うん。別れるとか、ときめかなくなったみたいな話って、うん、いつから、始まったの？それ言われたのか？言われたっていうか、うん、だからその別れる方向に、うん、二人ともなんかラブラブでずっといたわけじゃん、うんうん、それがいつから崩れ始めたの？え、でも3日前とか。え、でもヤスシ来てからじゃん。ヤスシ来てから崩れ、そうやって、うん、なんかその決定的に言われたのが3日前ぐらいだったの、たまたまね、ほんとふわふわっとした感じは言われた。あったあったあった。あ、そう、ときめきを感じなくなってるみたいなのはあったけど、うん、決定的にそう、なんかその要は別れた日に言われてる。あ、なるほどね。え、じゃあ俺の線結構さ当てはまってない？それからの、ね、俺は裏側で、ヤスシが、気まずって言ってんのよ。
気まずいんだけどってずっと言ってんのあいつ。え、配信外で、配信外でこいつの2500人ぐらい集めてコメント欄バーってなってる時、なんでこいつこんなに数字あるんだろう、あ、別れたの、別れたっぽくない、気まずいみたいな言っててえ？ヤスシネトリ説あんの？いや、ヤスシが直接ネトったとかそういうのはないと思うけども、うん、それは絶対ない、うん、それは絶対ないと思う、ヤスシはそういうタイプじゃないから、うんうん、だけどもヤスシを見て、あ、他に男いくらでもいるじゃんみたいな感じになった、うん、どっちかというとここに輝きがなかったけども、ヤスシに少しでも輝きみたいなのを感じてしまったら、あ、運命の人って君坊じゃないみたいな感じになったのかな、そう、好きになったとかじゃなくて、うん、そうみたいな感じで、あ、まあ、だから若干ね、うん、鋭いっちゃ鋭いわ、ね、俺は自分が女だったら、自分が小杉ちゃんだったらどっちもなしだけど、ヤスシは私生活に問題あるでしょそう、不良的な意味合いじゃなくて、うん、あいつの部屋とか見ればわかるじゃん君坊は君坊で嫌だしな、うん、いやー、まあむずいね、こいつ手もつながないらしいよ君坊、いやでもさ、ね、こいつも俺と同い年だから31で、小杉ちゃん何歳だっけ、25、もうすぐ5、25でしょ、2人で繁華街歩いて手つないでる方がおかしいよ、いや繁華街どころじゃねえんだよ、ん、地元のスーパーとかで手つないでくんの、コンビニとかで、うん、嫌でしょ、なちょっとさアルコール入ってさ腕組んじゃうとかだったらまああるけど、うん、普通に多分スーパーで手つないでさ、コンビニで手つなぐってのが地元だし恥ずいじゃん、誰かに見られたらとかさ、あ、考えるじゃん、その恥ずいじゃんって言ったことある、いやもう直接言う、あ、私っていう女を連れてんのが恥ずかしいんだねに捉えるのよ、そういうことなん、女ってそうだから、マジで、うん、あ、私と一緒にいるのが恥ずかしいってことねっていう解釈になるから、あ、そうなん、そうマジで結構傷つくんだよね、うん、勝手にね、うん、あ、なるほどね、そうなんだ、いやでも一般的に考えて30歳と25歳の交際でどこでも手つなぐはないよ、うん、うん、難しいよね、うん、そのなんかそれで挙句外でも手つながない、うん、家でもだからチューとかさ、うん、エッチも減るしってなったら向こうは好きじゃないのかな私のことにはなるな、あ、それだから言ってて、うん、本当にさ、うん、分からなくなってるっていうか、うん、で言ったでしょ、お前、え、じゃあさ好きじゃない限りお前といるメリットってあるみたいなこと言わなかった、めちゃくちゃ言った、言ったべ、うん、俺も言っちゃうタイプの、うん、そう言ったまんま言ってる俺さまんま言うでしょ、まんま言う、でもさそれしかないじゃん、いや本当に好きだから一緒にいるんだよ、それなって感じマジで、うん、いや好きだから一緒にいるのに好きっていう気持ちなかったらお前といる意味あるみたいな、そう、なんでわかんないの、うん、ってそういう一番ダメなやつなんだけど、これ言っちゃいけないのよ。いや、わかるよ。ね、言っちゃうんだよ、マジで。言っちゃうよ、ね。だって、なんでわかってくんないのってなるから。え、謎にさ、好きで一緒にいるのに、好きじゃないんでしょっていう追い込みかけられんだよ。意味わかんねえし、こっちだって感情的になるだろっていう。いや、そうなぁ。あー、あるんだね。可愛いじゃん、でも。小杉ちゃん、そういうところも。いや、可愛いと思うし、うん。それだけだったらまだよかったんよ。うん、可愛いさつって。うん。それでさ、うん、ね、じゃあ自分と比較ね、君坊っていう人間、うん、君吉っていう人間と、じゃあなんかそのね、なんていうの、じゃあ何かと比較された時とかに、うん、そうなったら、あ、じゃあ俺じゃ無理だねってなるわけじゃん。ちょっと待って。あの今、ちょ、待て、一回落ち着け。うん、誰かと比較されたの、誰かじゃないけど、そんな感じだったよ、ね、例えばの話ね、うん、例えばの話だけど、じゃあ例えばやすしと、うん、あの、じゃあ比較されてしょうがなくやすしでいいよ例えば絶対やすしがいい、例えば3日前だし、もう一旦魔法だよ絶対そうじゃん、例えばの話、うん、時に、あ、じゃあ自分じゃないんだなって思うわけで、そうなったら、うんうん、俺はそういうことできないしみたいな、うん、あるわけでしょ、うん、そしたら分かるしかないじゃんお分かりいただけたでしょうか、うん、配信者としてダメ出しされた、あ、それはないんですよ、うん、配信とか全く書けない、いやでも俺はあると思う、今の感じで、まあ、小杉ちゃんがそういうスタンスっていうか付き合い方、そう、恋愛初心者みたいな価値観だから、それに対してこいつはこう見えて恋愛上級者なの、マジプロいや自分で言うな、マジ俺が言ってあげてんだからお前別に乗っかってこなくていいの、失礼しました、そう、こいつは恋愛経験してきた、たくさん、うん、いろんな女も経験してるのは俺知ってるし、うんうん、だけども
まあそこのズレってことなのかな。うん、でも小杉ちゃん多分放送にも言ってると思う俺、うん、だこいつの放送スタイルでまあなんか例えば私のこと抱いてくださいとか匿名であるっつんじゃん、うん、当たり前じゃん、どこ行けばいいみたいな、うん、どこ出身みたいな、どこに住んでんのみたいな感じで言うでしょ、うんうん、そう、それに対して多分言われてるはず。まあ、うん、最初の頃だけどね。そう、その時にお前はなんて言ってたか俺当ててあげようか、うん、あれは君坊、今は君よし。お前俺か。絶対言ってるよな。そりゃそうだろ。言ってるよ、あれは君坊、お前だって梢あるだろ、うん、あいつ本名も梢なんだけど別の梢もあるだろ、まあね、配信者としての顔とプライベートの梢、うん、違うじゃんって、ね、それだ、それだ、ちょっと聞いてほしいんだけど。何マジで。あのね、あいつ、うん、配信だと、まあ、悪く言いたくないんだけど、うん、なんかすごいクールビューティーブルの、あーでも分かるか、分かるでしょ、うん、いや別にみたいな、うん、違うのよ、うん、むしろデレデレなの、アマなの、うん、いやそれはみんななんか想像通りなんじゃない。いや違う違う違うんすよ、うん、俺がめっちゃ、あ2人で分かるじゃん見てれば、うん、梢って俺にすっごいこう来るじゃん、うん、分かる分かる、分かるで、でもそうかも、一緒に飲みた時もそうだったでしょ、ベタベタじゃん、うん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 、でも配信上だと俺がベタベタするじゃんキャラ的に、うん、こ梢みたいな、うん、なるわけでしょ。でもあいつ自爆だと別にみたいな、うん、感じ言ってすっげえイラつくのなんかそれが。いや、お前さって。お前、俺のこと大好きなのに、なんで、リスナーの前だと、なんか、ツンケンしてんのみたいな。いや、逆じゃんみたいな。いいじゃん、可愛いじゃん。いやいや、もう、そういうのが蓄積されてんのよ。でも、お前は、振られたんでしょ？うん、振った。振った。え、振ったの？うん、振った。え、振られたんじゃないの？ね、振ったのよ。振ったの？振った。あー。いや、だから、引き金となったのが、多分、そう、まあだから、やすしくん、最近絡みあるけど、やすしくんと、その、君坊を比べて、みたいな感じの発言で、多分、うん、言ったんだよ。いや、じゃあもうさ、そういう風に言われたらさ、もうさ、やりようないじゃん。あ、じゃあもう別れようぜ、みたいな。みたいな感じでやって、で、いや、もう、キー君ごめん、みたいな感じになると思ったら、分かったって言われて、あ？みたいな感じでしょ？まあまあ、まあそうだね。だからまあそんな感じよ。じゃあ別れようぜで、ちょっと待ってって来るはずだったのに、分かったってなったから。うん、で別れたのが3日前ぐらいで、うん、で、あの2日前か。うん、で、一昨日、あ、昨日か。今めちゃめちゃ復縁したいっていう相談をリスナーにしてるから。配信で。ダサどうすれば復縁できるかどうか。ダサい。すごいダサい。うん、びっくりしてんだけど、もう誰も応援してくれないの。へえ、いや、だろうね、うん、うん、いや、多分無理だよ。無理だね、いや、わかる、さすがに、うんうん、無理じゃないかな。このなんか、この話だけで判定すると無理だな、うん、女早いよ。いや、らしいね、女早いよ、うん、意外と男の方が引きずるからね、うん、なんで痩せなかったの？あ、根本のタイプが、なんか細長い人らしいね。そう、もやし体型。うん。なのに、お前何体型？え、俺？大根だね。ドラム缶かよ。ドラム缶じゃん。あれが寸胴だよ。俺も人のこと言えねえけど。うん。真逆言ってんだよね。でも、小銭言われたよ。うん。初めてのことばっかだったって。うん、だろうね。君くんと付き合って。え、多分、付き合ったの初めてなんじゃないの？あの子。いやいや、そのかな。少々じゃなかった。違う違う違う、俺で3人目ぐらい。え、何歳の時の恋愛なの？まあでもまあ10代とか。でしょ？だから、大人になってから、ちゃんとした恋愛っていうのが、多分20歳以降だって考えたら。全くしてない、多分それは。してないんだよ、うん。うん。どっか行ったとかもないし。そうだよ。10代の恋愛って、正直恋愛って言えないって思ってる人たちの方が多いからね。うん。うん、その学生恋愛が残ってんだよ。だ、大人になってから何回か恋愛経験して、そう、なんか、あ、最終的にときめかなくなるんだとかさ、そういうの学ぶじゃん。そう、今だから学んでる最中の一人目だったんだよ。まあ、だから大人の恋愛の。そうだね。だから、うん、そう。でも俺は今あいつに幸せになってほしいとか1ミリも思ってない。え、なんで？後悔すればいいと思ってる。俺と別れたことを。マジ。後悔じゃなくて正解だよ。俺にそんな思いをさせて、うん、もう人生が狂ってしまえばいいと思ってる。で、一生俺を考えて生きていけばいいと思ってる。うん、他の男じゃ満足いかないっつって。やっぱキミ君が良かったって思えるような、になっていけばいいと思ってる。なるほどね。うん、いや、これは別れて正解ですね。いや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 。お前マジか。マジ。え、仕事辞めてきたの？そんで。辞めてない。なんか千葉のなんか、茂原だっけ？うん。
だ今日は、うん、飲んでて、うん、地元の方で、うん、で、なんか酔っ払っちゃったから、うん、だから俺財布なくしたの。え？あったんだけど、結局、うん、そのある場所分かったのもう、うんうん、だから大丈夫なんだけど、あ、居酒屋かなんかで置いてきたみたいな。あ、会社にもともと置いちゃっててあ、そうなんだ。そうそう、それで、財布ないからどうしようってなって酔っ払って池袋行くってリスナーが来てくれたから、うん、車で池袋まで来たので、もぐごり行こうと思って。あ、今から？そう、でも、いや、ナーボンチ来る前、うん、でもナーボーが配信してたから、うん、ナーボンチ行くってなったから。いやー、今日、そうなんだ。これももう別にやることないけど、今日金箔1回戦で敗退したからね、これね。いや、いいよ、もうこんな、ほら、配信してあるから。俺、こっちの方がいいでしょ。俺だって酔っ払っちゃったら多分やばいもん。何が？まあ、この感じで酔っ払うと。後戻りできないぐらい楽しんじゃえばいいんじゃない？何人呼べばいい？女。とりあえず、そうね。ここでまたゴムあるか確認していい？え？ここで。ここで？うん、いや、ないね。あ、ない、うん。うん。ない。買わないとない。3人ぐらい。結構欲張るね。3人ぐらい。1人いればいいよとかじゃないんだ。うん、3人欲しいね。バカほど狂いたいから今。いやー、どうなんだろう。復縁チャンスあるこれ。こいつが今言ってんのは多分本心じゃないの。なんか、地獄に落ちればいいとか、そういうタイプではないから。うん、ブナマユ大輝、ブナマユと、あとヤドタンと、いや今ヤドタンとコゼ一緒にいるから。え、そうなの？そう、ヤドタンとセクちゃんとコゼ飲んでんのさ、うん、え、何それ、俺そっち行きたいんだけど。え、行く一緒に。いやまずいって。そこ一緒にね、混じった方が面白いんじゃない？まずいから。なあ、それ放送してんでしょ、面白いじゃん。いやさすがにやばいって。何がやばいの？いやそんなの復縁しちゃうから。それ、え、復縁すればいいじゃん。いやまずいよさすがに。あ、配信会なんだ。あ、復縁はないって返答してた。いや、だから、お前らさ、何を言ってんの？ね、何度も、ね、カップル系の配信者が、復縁はないっつって、復縁見てきたでしょ。俺も含め。ね、そんな復縁はないがないの。うん。もう、さっきこいつも言ってたけど、ね、クールビューティー気取るみたいな、うん、ところもはめ込むと、復縁はあるよ。ある。うん。あると思う。でも、そのなんか引き金っていうか、一番大事なところこいつが隠してるから、うん、それが何かっていうのを知らないと、わからん。うん、一番なんか多分大事なピースが抜けてんだよ、俺らの中で。いや、そうなんだ。うん、それは申し訳ない、マジで。それ言えないやつなんだ。うん、何なんだろうね。それは申し訳ない。やすしじゃないと思う。でも確かにそうなんだよ。うん、何を？それ正解すぎて。うん。それがあるから、俺は絶対にもう復縁ねえって思ってる。え、じゃあさ、それってさ、うん、どっち寄りの話なの？だからお前が自分から言わないってことは、うん、向こうなんだよね。こいつ、もうこうなったら、全部自分側に非があるものって言うタイプなのね。うん、そう。だから、向こうなんだよね、きっと。いや、わかりやすいね、とか。お互いだよね、それは。だから、うん、ストレス溜まってたとかね。うん。いろいろあるから。もうさ、答え出ちゃってるよ、今のは。ストレス溜まって、何をしたかだよね、向こうが。そうなってくると、なんか借金関係とかお金関係ではないことがわかるじゃん。うん。男女系の話とかになってくるよね。お前いろいろなんか考察しすぎて、鋭くなってる。さっきまでね、もうさっきまで探偵だったからね、俺。うん。だからおそらく、じゃあ例えばだよ、ストレスが溜まってすること、ね、クラブ行っちゃったとか。あ、ね、クラブ行って、そう、男に持ち帰られちゃった、みたいな。うん、で、連絡がつかなかった、うん。その事実を明かして、喧嘩になったことがあるとかね。そうね。だからストレスが溜まっていて何をしたかだよね。うん。そう。いや、多分、決定的な浮気じゃないけども、それに近しいことなんだよ。うん。うん、それに近しいこと、うん。浮気ではないと思う。浮気だったら、こいつは燃やしてると思う。その話を。多分、自白とかでもう言ってると思う。そうなんだよ。もっと洗いたいんだったら、小杖ちゃんが、ね、どこで誰と配信したかっていうのを洗うと、なんか見えてくると思う。俺はなんか、その一般のリスナーさんとかじゃないと思う。一般のリスナーさん、リスナーさんとは、過去になんか、まあ、金かな？間に金入ってトラブってるから、多分信用がないと思うから、そこ行かないと思うのね。うん。などしたら配信者だと思うの。ってなってくると、さっきの話に戻るんだけど、やすし怪しいよねっていう。
そう、やすし怪しいよね。そう、だからまあ一緒に放送もしだし、あいつ止まってるから、その時にね。んってことがあったんだと思う。それに対して多分二人きりの時に詰めた時にこの話出てきたの、なんかときめかなくなったとか。やすし関係ないって言ってさ、そりゃね言いたくないし、その話の素性って話したくないから関係ないって言うよね。うん。で、仮にお前だったら言うの、燃やすの、うん、何が、え、浮気なら燃やす、決定的に、一般的にね、うん、みんなが見て浮気だって言うんだったら俺は浮気したことを燃やすね。そうじゃないとしたら、え、そうじゃないんでしょ、うん、そうじゃないんだったら俺は今のお前みたいになるよ。あ、で、なんだよね、うんうん、もし自分がキムボーだったらっていうことを考えて今話してるから、うん、うん、そう、これって俺からしたら浮気なんだけども、みんなからしたら浮気じゃないかもなっていうレベルの話だと思う。そう、だったら言えないじゃん、言ったらバカにされるし、お前が間違ってるって言われるじゃん、うん、そう、やっぱり、いや、それは向こうが悪いよって言われたくて話すから、うん、いや、ハグとかじゃないと思う、俺発言だと思うよ。俺は発言だと思う、あ、ありがとう。鋭い、鋭い DM 来た。いや、鋭いとかじゃなくて、事実確認。事実確認って。これに関して、うん、ちょっとや読んで。ティーさん、腹筋ヤスシが最近毎日のように金坊の家に行ってるのは知ってますか？車で2時間ですが、毎週行ってます。ヤスシは前から小杖ちゃんタイプだわ。タイプの配信者は小杖ちゃんと言ってました。ちなみに、金坊が寝ぼけて起きたら、ヤスシと小杖が抱き合って寝てて、金坊は夢だと思ったみたいです。うん、これはシーナ P が、そうそうそう。これに対して、うん、君坊は、うん、放送で言った？これは完全にネタだ。俺は言ってない。言ってない、うん。言うわけなかろうに。もしそれが事実だとしても。あ、じゃあもう普通にこいつが、作った文章ってことね。そうそう、完全にこれはそう。まずありえない。なるほど、うん。でもネタで送るんだったらさ、なんか、やすしと小杖が抱き合って寝てて、ね、それを君坊が見て見ぬふりしたみたいな感じの事実としてさ、でっち上げない？そう。なんか夢としてふわふわした感じっていうのがさ、なんかちょっと違和感あるんだよね。いやでも、これがもし本当に俺が言ってたら、うん、もうちょっと何人か見てるはず。だよね。そう。だからこいつだけじゃん。うん。これはありえないですよ。妙にリアルなんだよな。言ってないんだ、でも。放送とかでも。言ってないし、うん、事実、そんな夢も見てないんだ。見てない、見てない。ないね。な、今ちょっと話は、ね、君坊が寝てる間に、やすしが寝とったみたいな話で盛り上がっちゃった。それは多分ないね。ない。わかんない。寝てるからわかんない。わかんないけど、おそらくない。いや、それは絶対ないと思う。それはないでしょ。やすしはそういうやつじゃない。俺もない。うん。このメッセージを送ったのが、風呂に行った君坊。どういうこと？あ、俺が送ってんじゃないかってこと？あ、ないでしょ。ありえないでしょ。ないと信じたい。ないよ。ただ小杖はちょろい。これは俺も実体験だからさ、はい、俺もだってちょろかったから、はい、だからそれが根付いてるやっぱ根底にあるよ、ちょろさっていうのが、うんうん、それは付き合っても変わらんっていうことよね。絶対浮気されてんじゃんこの人。そうじゃなくて、そのなんていうの、その気持ちがさ、うん、うん、そう、ちょろさはあるじゃん、だって、うん、分かるでしょ、だって、まあまあ分かるよ、うん、だそのときめきとかっていうのをさ求めるわけじゃん。やすしのことを好きになってしまった。いやいや、なんかそれっぽく言うけどじゃねえかみたいな。いや、それは違うでしょ。小杖ちゃんの男の、あの周辺の男の配信者ちょっとさ洗えよ、出てくるぞもうこれ。絶対男の配信者絡んでるわこれ。やすしが絡んでると思えないんだよね俺は。ボンスケ、やすし、小町、そうだよね、近いのはルシャン。え、これコンセント、あ、充電、うん、あ、いいよ、充電して、はい、ありがとう。あ、これ、iPhone じゃない、あ、Android、 Android は、はい、3番目光る、よいしょ、ちゃんがらさん。いやー、リアルだな、それ。なんでリアルなんだよ。ワン太郎、これでナーボーが浮気相手なら神回。いや、黒幕だよね、それは。めっちゃ仲良くしてたね、これ。割とか言って。あじゃあじゃあ。やばいよ。やすし、アテナくんだわ、これ。アテナくんはタイプとして一致すんのよ。細くて長いみたいな。ああ。うん。ルックス的には、ハマるね。確かにね。うん。バタケン、でも違うと思う。バタケンだったら、言ってるよ。
え、燃やしてるよ。燃やしてる、うん、ちょっと待って、わたけんだったら燃やしてるってことは燃やせない誰かってことだよね。いや、なんていうんだそうじゃなくて、うん、もしかりわたけんだったら燃やしてるよって。いや、だからわたけんだったら燃やしてるってことでしょ。ちょっともうよくない。もうよくない。うん、その配信者として自分より強い人間とかそういうのがなんかちょっと浮いて見え、なんか浮いてくるよね。じゃあでもそもそもだけど、別に小銭が浮気したとかそんなんじゃないから。うん、わかるわかる。そう、それは浮気ではないんだけども、浮気に発展するような何かだったってことだよね。いや、だからそこはだから何よ。何、そうじゃないっていう。うん、普通にお互いに悪いとこあったよね。ちょろかったんでしょ。だからだいたいちょろいね。ほら、ちょろいじゃんってなったってことでしょ。まあ、なるよね。うん、はい、ちょろいんだよ、マジで。ちょろいね。田舎もんだから、田舎娘だから。タイミング的にはマジでやすしが辻褄めっちゃ合うよね。しかも普通になんか少しだけ配信の時間だけ絡んだじゃなくて、オフの時間とかも含めめっちゃ長いんだよ、あいつと梢ちゃんが一緒にいた時間って。そう、でも一般的には好きになったりとか浮ついた気持ちとか出ない、うん、だけどもね、こいつはちょろいっていうワードを言ったってことはもうそこしかはまんないのよ。うん、マジちょろいんだよなって。2日間ぐらい一緒にいるだけでなんでそこにこうなるのみたいな。2人で買い物も行ってる。それは俺が寝ちゃってたからね。ああ、明らかにポンつけないとからおかしくなってた。え？なんか情で付き合ってるみたいな発言とかあったね、小杉側が。え、それ何日？ポンつけないとはヤッシが1回目帰った後だから、うん、いつぐらい？あ、第1回のヤスシが帰った後なんだ、うん、その発言が、ポンつけないとか、うん、でその後にもう1回あいつ来てでかいハンバーグ作ってるでしょ。あ、そう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 。だからタイミング的にそうなっちゃってるだけなんですよ。もう決定やん。いやいや、ほんとたまたまなんで、だからこれは、うん、前からそういう話あって、たまたまヤスシが来たタイミングが悪かったんです。ヤスシが気を起こした感じではないけども、ヤスシに気を起こしてる感じなのかな。ヤスシが最終のきっかけになった。で、どうしたいの俺。うん、まあ、ガチ。うん、いや、ないよ。何、ないよって。もうないよ。何、ないって。もう復縁しない。あ、ないないない。じゃあ完全にもう独り身になったってこと、うん、あの、俺完全に冷め切ってるから、言ったら。うん、もちろんね、可愛いし、うん、好きだなって思う時もあるけど、やっぱり、いやってなってる。もう用意できてる、うん、あ、今。え、違う違う、あの、歌詞、強がりでしょ。あ、歌詞強がりじゃないの、今。ああ、いやいや、あの強がり歌うんじゃないの今。新曲の梢っていうのを作ってるから。もう作ってんだもん。ローマ字でね。新曲、マジで待望の新曲なんだけど。サードシングル、梢っていうの作ってるから、うん、いや、強がり聴きたかったな、久しぶりに。あれは元カノの歌だね。うん、今、梢だからさ。梢って曲作ってんの？作ってる。お前さ、失恋するたび曲作ってない？そう、できたらお前にファイルで送るから。そうなんだ、うん、まあ、2年？1年9ヶ月？1年9ヶ月だって。ナボはどう思う？いや、俺はもうなんか、もうなんか見えた気でいるね、その全貌は。うん、そう、ピュアっていう言葉がちょっと似合わないかな、年齢的に。25歳でしょ。その言い方悪いけどね、え、ちょっとその恋愛感だと大人の恋愛できないし、ね、いや、腹黒とも思わない。そう、なんか恋愛レベルがマジで、そのなんか成人年齢に達してないって感じだね。そう、こいつの話だけ聞いてると。うん、でも小杉とも話したんでしょ。いや、話したって言ってもお互い放送中だったし。あ、ちょろっとね。そう、うん、そうだね。小杉ちゃん泣いてたの？号泣したらしい、放送で。配信で。へ、うん、言ったらさ、その涙もさ、もうなんて言うんだろう、自分悪かったですの涙じゃん。そんな、君くんはめちゃくちゃいい人で私が悪かったですって泣いてんだよ。そうなん？そう、そんなの言っちゃったらさ、うん、こっちだってさ、かばいようないっていうかさ、うん、なんて言うの、そんな感じになるじゃん。うん、でもそれが事実ってこと？だからまあそういうこともあったっていうのももちろん原因の一つだっていうのも思うよ。まあ、それは自分で言っちゃうとこっちもさ、うん、なんかこう難しくなる立ち回りがね。もう言っちゃえよ、ほとんど状況見えてるやん。いや、ほんとそうなんだよね。これなんか切り替えて2人で面白おかしく雑談するとか、そういうムード作るの無理だよね。もうこれ全部言わないと。いや、俺そういうムードか、もう放送切るしかないよ。いや、もうこうなってるし。あ、今ね。うん、今現状は、うん、いや、もう言わんよ。言わない。うん、だから俺は理由は梢の口から聞けって全部言ってる、毎回。うん、でも梢ちゃんは言わないんでしょ。それをなんで梢ちゃんは言わないのかが謎なんだよね。
そう、なんで梢が言わないのかっていう、私が悪いですって泣いてんのに悪い理由なんで言わないのっていう、言いたくないから、なんで言いたくないの、私が悪いっていうことだけ言えて、なんでそのさ悪い理由言えないの。好感度下がるから、相手が詰められるからでしょ。でもやっぱりもう一人いるよな、どう考えてもな、うん、そのもう一人が誰かっていうのがすごい気になるな。今のはもうやすしだろ。どうなんだろうね。でもここまでなっちゃったら、うん、だから小勢ちゃんが叩かれんのも嫌だから自分の口から言えないんでしょ。まあ原因がこっちもあるし、え、原因こっちにあんの。だからそれはほら、ときめきを感じさせられなかったとかさ、うん、嫉妬束縛がなかったって言われるのね、うん、それが欲しかったらしいの。お前嫉妬と束縛ひどいんじゃないの。いや俺は変わったんよ、小勢と付き合って。小勢と付き合って変わったんだ。なぜなら小勢を信頼してたからっていうことを言ってるわけ。ああ、はいはいはい。でもその信頼は裏切られたと。いや裏切られた、だからそう、だからなんて言うんだろう、その勝手に俺が信頼してるよねってことになっちゃってるわけ。押し付けみたいな。裏切られたじゃないよ。小勢はあのこれ断言するけど浮気とか全くしてないから、ね。これはマジ何回も。ほら、だから浮気まではいかないけどもね。そう、浮気まではいかないことなんだよ。そう、じゃないと別れるきっかけとか見出せないじゃん。結果的にそこにしたのは俺だよねっていうところでさ、うん、でお互いにそこでもう折り合いついてるから、嫉妬させたかったんだよ多分。ほう、うん、なるほど。そうそうそう。え、じゃあそこまで分かってるんだったら理解してあげることもできなかったの、その梢ちゃんがした行動に対して、行動、発言。うん、だからそれは理解できるものではなかったんだ。だからなんだろう、 そうだね俺の中では、うん、もともとはさ別に嫉妬しないわけじゃないじゃん。うんうんうん。まあだから信じたから別になんか疑いをかけたことがなかったってことでしょ。そう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 、うん、なのにその嫉妬しないってことが、うん、もう私に興味がないみたいな感じで捉えてるわけ、うん、こっちは、うんうん、俺はそうじゃなくて、うん、嫉妬とか束縛ってマジで世界で一番いらない感情だなって思ったの、うん、もう時間の無駄疲れるじゃん、だって、うんうん、まあね。そうだからしないし、小勢はそういう気持ちにさせてくれるから、だから何も言わなかったっていう、今までずっと。まあちょっとなんか一個進んだね、うん、やっぱりその行動があったってことだよね。行動言動があったってことだよね、小勢ちゃん側にね、うん、その動機っていうのがまあ憶測だけど、君坊を嫉妬させたりとか少し怒らしたかったみたいな、うん、だからそんな高校生みたいな恋愛は俺にはできないよっていう、うん、多分今後何されて もう嫉妬とか束縛とかってのはしたくないから、うん、でもここで俺を梢ちゃんとヤッシの放送で話したんだけども、価値観のズレみたいな、そう、二人もふわふわっとした感じで価値観のズレっていうともう理解できる、つながるよね、うん、俺は大人の恋愛をできる人間じゃないとこの先続けていけないよ、うん、で梢ちゃんがまあ子供的な恋愛の仕方だから、うん、価値観のズレっちゃ価値観のズレだね、つな、うん、がりますねこれは、うん、今更感、いや今更じゃないんだよ、なんで今更って俺も思ってたんだけども、今の話全部つなげていくと、あ、今更じゃないんだよ、今だからそうなったんだよ、うん、そう、最初はもうなんか好きっていう気持ちだけでずっとやってきたけどもね、でこいつはそれに対して君坊はね、その嫉妬とか束縛をしない方がね、お互いめんどくさくないじゃんって思って変わったんだよ。でも嫉妬とか束縛がないと恋愛じゃないっていう考え方なんだよ向こうが。でそれで、まあ、つい最近までそのだから嫉妬とかがないから好きなの私のこと本当にっていうのは多分過去に何回もあったんだよ。で違うよみたいな、本当に好きだよっていうくだりを何回も繰り返して、ね、最終的にその好きが信用できなくなった梢ちゃんはあることをしたんだよね。あることを言ったか、あることをしたんだよ。それに対して、いや嫉妬しないけどもそれされると、いや俺だってみたいな怒りの感情だったりとか、なんでそんなことすんのってなるわけじゃんね。でも梢ちゃん側はおそらく試した。そう。でそれで、じゃあ私はこうこうこういう理由でこういうことをしましたって言うとすんじゃん。こういうことを話しましたみたいな、こういう発言をしましたって言うじゃん。それに対してこいつがね、いやお前の恋愛の価値観と俺の恋愛の価値観合わないから別れようっていう感じになったじゃないかな。うん。まあまあまあ、だからもうそうだよ。もうそう、マジでそうだよ。そうだね、うん、だその何がすごい知りたいね、ここまで来ると。梢ちゃんが起こした行動っていうのが、うん、ね、知りたいよね。で時系列を追っていくと、やすしが疑わしいのよね。そこはタイミングがね、そう、タイミング的にね、そう、
キミボーのことを試したんじゃない？そう。だから、その試す行為が、こいつとしては許せないんだよ。うん。だから、キミボーは 100% 信用していたから、ね、嫉妬とか束縛って、正直疑いの行為につながるじゃん。だから、あいつの小杖ちゃんのことを疑ってなかったろ。ね。そう。100% の信用があったから。そこが何かっていうのはわかんないね。そこまで愛した男を試しちゃダメよ。いや、でもね、どうしてもやっぱり、不信感があったら、やっぱりね、試したくなる気持ちもわかる。それはなんか男女ともにね、こいつ本当に俺のこと好きなのかな、私のこと好きなのかなっていうところで試したくなる気持ちもわかる、うん、試したら終わりないよ。レスだったの、レスっていうか頻度はね、なんか、うん、めちゃめちゃ低くなった、低くなってきたってことでしょ、うん、だから多分付き合った最初の頃なんて、あ、もう1日3回よが今は2週に1回とか、うん、2週に1回だったらまあやってる方だと思うけどな俺は。でもだいぶ減るよね。うん、いや一緒に住むとそうなるよね。なるよ、うん、一緒に住むと、であと毎日会ってたりとかすればね、頻度が、会う頻度があればあるほど減るよね。わい、5年してないで、なんでそんな試すようなことしたかってね、本当に好きなのに繋がるんだよ。だから小杖ちゃんサイドからしたらね、付き合ってる時よりもセックスが少ない。最初こいつ多分どこでも手繋いでたんだぜ、外出ても。それがスーパー行っても手繋いでくれなくなったとか、全部チリツモだよ。うん、ね、キスも減って、そうね、増えるものは喧嘩ばかりみたいな、そう、愛情表現は減って増えるのは喧嘩なんですよ。そうです、ね、そこで本当に好きなのっていうところで何か試したんだろうね。お前が悪いやん。まあ元辿ったらお前が悪いになっちゃうのかもね。そういう意見も全然ある、ね、うん、あ、それも理解できるでしょ。できるできる、マジでできる、うん、だから言われてもしょうがないし、うん、ね、なんか楽しそうなの。いや楽しくない。やすし君手つないでくれたんだよ、草こいつが寝てる時に二人でスーパー行ったっていう話があるから、そこでその後にやすし君は手つないでくれたけども、キミボーはキー君は手つないでくれないよね、は草めっちゃおもろいいや辻褄合うな、それ。でもその発言、それはない、ある顔すんな別にまあこれはだからそのやすしが問題とかじゃなくて、うん、そういうやすしってやっぱすごいいいじゃん。俺は何がいいかわかんないけどね、まあ、すごいこう俺とはまた違う人間だから、うん、結構全くね、うん、だからそのヤッシを好きとかそんなんじゃないんだよマジで。いやそれはわかる、わかるでしょ、うん、そういうだから誰でもよかったんだよ言ったら。この言い方はヤッシだね。あ、違う違う、マジで。いや違う違う、だから誰でもよかった、でもヤッシがよかったではない、ヤッシになっちゃったんだよね結局。あ、違う、そうじゃなくてそうじゃなくて違う、ね、そう、だから俺じゃない人間がめっちゃよく見えるんだよ多分。あー、わかるわかる、そう、うん、それがナーボーでもそうなんだよ多分、うん、そういう一言一言とかがすごい新鮮だったと思うんだよね、多分、うん、一言一言が新鮮だったんだ。そうだからあいつからすると受けることが、うん、なんていうの、そのただ俺じゃないね、俺がなんていうの、俺はさ全くこういう感じじゃん、うん、それしか知らないから、うん、違う男を見た時にいろんなやつとさコラボとかするし、うん、あと地元の飲み会とかも参加するし、もちろん、うん、そういうとこで影響を受けてるわけよ、うん、毎回毎回、うん、で決定だが、うん、まあ、やすしになったみたいな感じだもん。いやいやいや、そうじゃない、全然。あ、じゃあ、その発言。あ、その発言とか、うん、その、なんか、気を引くため、好きなのかっていうのを試した行動とか発言って、うん、いつだったの？なんで言えないの？そう、それがなんか1年前とか、ざっくりでいいよ。ざっくり？うん。試す発言、あ、だからそれは、別れた日。別れた日、うん、あ、そうなの？そうそうそう。ってことは昨日？いや、一昨日とかじゃん。そう、最近ってなってくると、最近関わった人ってなるよね。ハンバーグの日？ハンバーグの日？ハンバーグ終わって次の日。次の日か。いや、ハンバーグ一緒に作ったのも腹筋やすしなのね。うん、だからさっきも説明したけど、うん、その蓄積されてきて、うん、で、あ、やっぱ男の人ってこういう人もいるよなっていうので、うん、やすが出てきちゃうんだ、どうしてもやっぱり、うん、そこは仕方ないよね、うん、いい印象を受けるわけだから、うん、それで、あの、蓄積された男性と関わってきたことが、うん、全部、その時に聞かされてるわけよ、俺も、うん、それで、あ、そういうのは俺できないから、みたいな感じになるわけじゃん。やすしのガチ恋減っちゃうね、全貌見えてないね。やすしは、普通に、ね、男とか女とか、そういう形で絡んでないの、関わってないの。
そう、普通にコラボしてくれる配信者っていう形で絡んでんのね、うん、だけども受ける側がね、うん、違かったんだよ。小杖ちゃんが、うん、小杖ちゃんがおそらくやすしにときめきを感じたんだよ。いや、やすしにじゃない。だから違う男にってことよ。だから、もっと他もいるってことだよね。だから、だからそうそうそう。え、だから、え、それえ、でもさ、じゃあ過去に比べられたことある？例えばさ、うん、3人で小杖ちゃんと、俺と、キミボーみたいな感じの組み合わせで、うん、いや、ナーボーはこういうところあるよねって、キー君にはないよね、みたいな。とかもある。あ、全然あるよ。あるんだ。あるある。あ、じゃあ、多分、めっちゃあったんだと思う。そう。何個も。で、最終地点に待ち構えてるのがヤスシだと思う、絶対。時系列考えたら。影響受けやすいから、うん、あいつはほら、恋愛シミュレーションドラマとかを見るし、うん、そういうのでも、いちいち、こう、いいな、みたいな、なるわけよ。うん、そういうとこでも結構こう受け影響をね受けてるわけで、要所要所に出てるわけよ。うん、だからやすしがとかじゃない。なるほどね。うん、ときめきやすい。まあだからこれからはね、ね、30歳以降にした方がいいよ。ちょっとチャラいぐらいの子に。マジで、うん、俺気持ちがさ、まだ20後半だからさ。いや違うんだよ。だからピュアなやつってやっぱりどうしてもさ、ピュアとか経験が足りない子って、うん、いきなりなんか視野が覚醒するわけじゃん。だこれもなんか小杖ちゃんの視野が覚醒したってことじゃん。超シンプルにざっくりまとめると、うん、ね、洗脳が解けたっていうか、うん、その視野が広がりきった人と交際しないとうまくいかないよね。ナボの元カノ、ねえ、まあいつはいいんじゃない。そうだよ、お前の元カノだってさ、うん、お前と別れた途端さ、うん、もうなんか翼広げて飛んでるじゃん、うん、もうそんな感じよ、言ったら、うん、やっぱナボしか知らない世界で、うん、直樹直樹直くん直くんなったわけじゃん。ナオピね。ナオピか。うん、でもそれがなくなった途端さ、うん、全然じゃん。むしろお前の方がちょっと未練がましいとかあったじゃん。いや、ないわ。お前の方がなんかちょっかい出してる感じだったじゃん。いや、ないわ。ない、うん、そう。俺はあいつの先に眠る金しか興味なかった。お前、まだ言ってんぞ、それ。いや、本当に。本当にマジで。お前さ、一緒にいたから分かるでしょ。まあ。一緒に遊び行ったじゃん。うん、俺の顔色見たことある。いやいや。真っ青だったべ。あの空気凍りついたのとか覚えてないの？いや、覚えてない。一緒に飯食ってる時とか、うん、マジでこいつ空気考えないからね、俺らの空気とかも。え、俺が？うん、いやいや、お前だよ。俺なの？お前だよ。え、俺がいけなかった？そうだよ。マジで？うん。あ、それに気づいてないんだってやばいわ。俺に問題あるんだ。いや、俺はもう完全に向こうに問題あると思ってた。いや、向こうの方が気使ってたからね、お前に。いや、マジか。うん、そうなんだ。いや、気使ってたよ。怒らせないようにしようみたいな立ち回りしてたよ、ちゃんと。ほんとでも、もうへそ曲げたら一生曲がってっからね。もう治んないじゃん、お前。え、記憶の改ざんやばい。いや、お前だよ。そんな顔しないで。マジで言ってんの。記憶改ざんやばいよ、それ。いや、お前だよ、うん。どっちが嘘ついてんだ。まあ、多分どっちもどっちなんだと思う。うん、お前も情熱気やすさもんな、最後、もう、もはや。あ、まあ、そうだね。うん、それはあるね。一緒にいるときは一丁前のお父さんみたいな立ち回りするじゃん、うん、だけど実際さ、お前実際どうなのって聞いたときにさ、全く別のアンサー出してきたじゃん、うん、あ、別にみたいな、あ、もうこいつ人間じゃねえなと思ったもん、うん、なるようになるとしか思ってなかった。コラボ見てても空気読めない発言するじゃん。マジで、うん、そんなやめてやれよ。いや、俺は全然何言われてもいい、その過去の恋愛に関しては。うん、リナの美味しいだもんな。うまかったからじゃん。しょうがないじゃん、その。こいつのしか愛せないみたいな。ね、でもね、他にも美味しいものいっぱいあった。うわ、気づいちゃった。うん、やっぱりね、その小杖ちゃんの気持ちもわかる。その鳥かご状態になるのも。うんうん、だってさ、もうこれしか食うなって言われたら、その握り飯、一生美味しいっつって食うしかねえんだよ。いや、そうだね。そう。でも、好きなだけ食べ物があったら、ね、その中で美味しいもの選べるんだよ。じゃあ、そうそう、ナーボーの今の彼女の話する？え？やめてよ。それはちょっと言えない。それ言えない。悲しいわ。それ言えないんだ。うん。影響する。え？青Pに影響する。青Pは別に大丈夫だよ。大丈夫。うん。いや、なんか、うん、隠しちゃってる時点でもう俺がダセーなって思ってる。何隠しちゃってる時点で。女を隠してる時点で。ダサい。うん。俺は彼女いたら絶対に隠すって言ってる。あ、言ってんだ。うん、そう。だって、じゃあ例えばさ、俺がじゃあ彼女いて、それで、じゃあ放送してる時に、
ね、名前とか顔を明かさなくても、うん、あ彼女がいるからそうなんだっていう言い方をしてくるじゃん、うんね、それをじゃあ彼女が見てたとしたら、うん、彼女が傷つくよね。なるほどな。そうだからいないって言ってる方が彼女を絶対的に傷つけないの、うん、今はじゃあいないんだ、ね、いない、うんうん、いても俺はいないって言い続ける。なるほどね。うんうん、そうだけど結局だからさ、前が放送してて、うん、ね、梢ちゃんがいるからとかさ、梢ちゃんが傷つくことってあったでしょ、うんうん、俺はそれをあの元カノで経験したから絶対に言っちゃいけないことだと思ってる。なるほどね、うん、でもそれ言われたら確かにそうだわ、うん、そう100傷つけんだよ自分が放送してるだけで、うんうん、だから言っちゃいけないことだと思う、うん、言い訳配信見てやれってやすし、うん、やすしが怒ってるいや別にやすしは別に悪いことしてないじゃん。うん。個性かわいそう。かわいそうかな。個性かわいそうぜ多いよ。わかんない。自分で選んで、そう、こいつの言うことを 100% 信用するんだったら、自分で選んで、こいつじゃなかったっつって言ってるだけじゃん。自分で選んで、キー君がいいっつって、でもやっぱりキー君じゃなかった。ごめんな。イコール、なんでかわいそうなの？キー君は、一個前の彼女の呼び名なんで。あ、そうなんだ。え、何じゃあ。キミ君。キミ君か。それをなんかかわいそうって言ってる人の方がなんか俺はちょっと大丈夫かなって思っちゃう、うん、え、そうじゃない実際。そういうもんだろ、ね、そうか、うん、女がかばわれるのはわけわからん。いやだから2人の問題じゃんこれって、うん、どっちがかわいそうとかあるかなっていう、うん、男は男を擁護するような、うわフェミっぽいねそのコメント。うん、男だからとかじゃなくない、うん、でもそこはもう諦めた。俺も何言っても言われるし、うん、やっぱ小杖かわいそうになるから、うん、しゃあない。何をやったのかだけは気になるよ、うん、だからそれを言っちゃうとかわいそうぜもいなくなるよこの言い方は。だからそれを言わないっていうのがなんか俺は偉いと思うよ。ここまでちょっとほぼ言っちゃったけど、かばってんのか、じゃない。だって別に言ったってこいつダメージなくない。なんで言わないかっつったら相手のこと考えてってことでしょ。ほぼ出てるから余計気持ち悪い。いや逆になんでこのタイミングで俺ん家来たかが謎だもん。酔っ払ってた。酔っ払ってた。ナボ使うダメだよ。いや別になんか使われの構わない、どんどん使ってほしい。ここまで来たらはっきり言った方がよくない？言わなくていいんじゃない。ヤスシに迷惑かけてるじゃん。ヤスシは別に被害者でもないし、迷惑かかってないよ。うん、そんな。別になんかヤスシが悪く言われてるわけじゃないじゃん。ね。いや、かかってるじゃん。あいつがこれをね、ヤスシの枠が荒れてるから。ね。配信者やってて、枠が荒れないなんて、ね。やってて意味ないよ。ね。時には、荒波に揉まれることも必要だよ、あいつも。うん、それを迷惑だと思うんだったら、ネットにいない方がいいやつだよ。イベントだよね、やすしの枠が荒れると。なぼネタ不足だったからよかったな。ねえ、梢ちゃん始まったって。 え今のさ、お前の発言でさ、始めたよね、男とかいないよねみたいな。それをさ、いないことを証明するかのように始まったよね。マジかよ、まだ好きじゃん。やっぱそう繋げてくる、うん、いないね。あら、何？ギャップのパーカー着てる？これギャップのパーカー着てるね。お揃いよ俺と。なんで？え、どこにあんの？いや俺これ同じのよ、あのペアルックで持ってるやつなんだ。そう。ってことはまだ好きじゃん。だるマジで。こういうことするからよね。思わん？思わん？こういうことするからさ。え、マジずるい女だよ。シャランキュー歌いこうぜ。なんでだよ。ずるいよね。うん、別に違う、いろいろあるじゃん服なんか。まあ確かに、ね、なんでこれじゃあ、なんでこれをチョイスしたかって、チョイスしたかって。まあ確かに、ね、どこで飲んでんの？場所わかんない。わかんない、わかんないんだ、うん、教えてくれなかったの。教えてくれなかった。まあ元カレだから、ね、やめとけよ。彼氏だったら場所知ってるはずだもんね。だるすぎマジで。彼氏じゃないから知らないんだよ場所を。そういうこと、うん。あ、ネックレスつけてる。え、なに？俺がクリスマスプレゼントあげたアーカーのネックレスつけてる。そうなの？ 4 万円の。あ、今チラッと見えたね。え、光ったね。うん、光った。そう、ってことは？まあまあまあ、好きやん。だるマジで。だる。好き
きいよ、ま、いやだからそれは好きなんでしょ、お互い好きっていう気持ちあるんでしょ、だるすぎ、うん、いや行きてー俺ここ行きてーなーマジでかき乱したいマジでお前性癖低いからこの空間かき乱したいもん性癖歪みすぎマジで、どうせ新宿だろ、かき乱したい、新宿のどこ、束縛はされてたの、いやそれこそナーボーの信頼度めっちゃ低いから、へえー、なんで、だって俺よく飲み行くじゃんか、うん、そういう時にさ大体お前なんかガールズバーとかさ、うん、まあ行くみたいなキャラじゃん、ああはいはい、でなんかナーボーさんいたらモグゴリでなんかいろいろあるとかさ、ああそういうの全部こう、はい、俺多分周りの配信者の彼女とか嫁とかには信頼度めっちゃ低いからねその点、いやいや、俺なんか行く準備してるけども、な、じゃあ、ナーボーだけ来てもいいだって。は？俺はいいけども、お前はダメっぽいね。はい？どういうこと？行く準備してるけど。ナーボーだけ？あと顔見えないと、まんま俺なんよ。俺二人いいんだよ。マジで。一回座れって。下半身ならアピー変わるよ。いや、ナーボだけ？何？そういうことだよ、意味わかんないんだけど、ナーボだけだったらいいって誰が言ってんの、もうどうせやれたんだろそんな言ってんの、二人来てもいいんだって、は？誰？早いなお前早いな、しかろ早っ、なんで行くの、なんで行くのって言いながら何持ってきたのお前、もともと着てた服すぐ着るじゃん、ズボン履いてる、乾いた？だるすぎる、いや、ハンガー着てもいいよもう、早っ、着替えんの早っ、ガチ行ってるの、いや場所わかんないし、もう、まあ、場所はわかんないけど、うん、早いなあ、ありえ、あ、もしもし、もしセクちゃん、はいはい、久しぶり、何してんの、え、いや来るんでしょ、え、何が、あの、ハトポッポが、え、今何してんの、あ、マジで？俺もなんかちょうどね、ちょうど会いたいなと思ってたんだよね。え、誰いんの？あ、本当？え、今ね、あの、ヤドちゃんと小杖ちゃんと一緒に3人で女子会してるんだよ、ね。あ、マジで？俺全員会いたかったんだけど。え、でもその中でも一番？お前に決まってんだろ、バカ。やだ。お前これさ、配信載ってんだよね。すいません、皆さん申し訳ないです。え、行っていいの？戻るわ。え、いいよいいよ、場所送るわ。あ、じゃあ送って。え、君よし来んの？君よし。え、やっぱ行っちゃダメ？え、いいよいいよ、全然いいよ。じゃあ私、初めましてだからさ。あー、まあそうだよね。あ、セクちゃん、じゃあちょっと行くね。オッケーオッケー、場所送るわ。ありがとう。はいはい。オッケー、わかった。じゃあね。はい。私と枠ってこと。はい。友達。何？ヘトナ。え、よかったな。いや、でも別に復縁したいとかないから、マジで。そういう。普通に、配信者の3人に会いに行くだけだ。うん、まあ配信者のセクズマさんと、うん、ヤドタンと小杖ちゃんに会いに行く、会いに行く、うん、うん、そうでしょ、うん、もう行ってらっしゃい、はい、いや俺は強がり歌ってもらわないとちょっといけないです、エンディングで、俺は行かないよ、強がり歌って、エンディングで強がり歌ってもらわないと放送切れないから、俺元カノに会いに、うん、元々カノの歌歌うの、ね、そうだよ誰に伝えたいのこれ、いやだからもうみんな聞いてるしね、マジで、うん、歌える、歌えるよ、うん、アカペラ、ちなみにフルね、いや、きちいよ、え、歌詞持ってる、いや、歌詞持ってないよ、最後のワンフレーだけいいでしょ、ああ大サビだけで、いや、ちょっと、いや、結構ワン、いや、そこだけ伝わるから、普通にこいつら、うん、フルがいいんだけど、フル無理、いや、フル覚えてないな、マジで、いや、本当に入ってないの、探せばあるでしょ、マジフルじゃないって意味ないのよ、あったかな、うん、いや、フル、いや、マジ頼む、本当に、場所来たわ、うん、行けます、え、いけんだ、いけんの、じゃあお願いします、いい、はい、じゃあナボリスナー本当ありがとうございました今日は、聞いてください、キーボーデ、セカンドシングル、強がり、別に君のことがまだ好きなわけじゃなくて、強がってんね、適当に思いついたメロディー歌ってるだけだから、強かった、
あれから一度も泣いてないし、いや思い出すこともないし、思い出してるね。なんなら君よりいい人なんてたくさんいるよ、知ってる。いや嘘つけ、強がってんの。どうせもう彼氏とかいるんでしょ、うん、どうぞお幸せに。強がってんな。僕には全然関係ない話だし、うんうん、どうでもいいや。どうでもよくない。君と出かけたあの街にも時間があれば行けるし、うん、行けるんだ。二人で見てたあの景色ももう忘れちゃったよ。絶対忘れないやつや。君が好きなあの映画も、うん、よく聞いてたあの歌も、うん、思い出のね。僕も前から好きだったし、嘘つけ。影響なんかじゃないよ。強がってる。どうせ喧嘩して泣いてるんでしょ、いっそ振られちゃえ。僕には全然関係ない話だし、どうでもいいか。君が置いていったこの部屋着も、二つ並んだグラスも、片付けるのが面倒だから、そのままにしてるだけ。二人笑顔のこの写真もそのうち捨てておくから。嘘つけ。僕が好きな君の匂いももう忘れちゃったよ。嘘、忘れてない、忘れられない。別にモテないわけじゃないし、君がいなくても平気だし、毎日楽しく過ごしているよ。すごい強がってる。嫉妬や不安感じなくていいし、全然寂しくなんかないよ。ああこれでよかったんだ。4桁の暗証番号も君を忘れないためじゃない。いや嘘つけ。帰るのが面倒なだけさ、何度も言ってるじゃんか。じゃんか。今さら伝えたいことなんて特にないけれど、最後に一つだけいいかな。やっぱりやめとくわ。強がってる。やめるんかい。